どうも、アメカズでございます。早速なんですけども、スコープ便届きました。結構時間かかるかなと思って楽しみに待ってたんですけど、2日で届きました。多分注文するのがめっちゃ早かったのと、スコープさんも気合い入れて出荷作業してると思うので、かなり早く届いちゃいました。心の準備がまだできてないんですけども、今日はこれを開封して楽しんでいきたいなと思います。で、一応備忘録なんですけども、11月1日スコープさんで発売されました。12時頃に、メルマガで告知されて、その後インスタグラムかな。で、実際はその2時間ぐらい前、10時ぐらいに発売になっておりました。そして今現在11月3日、在庫は、なかなか潤沢にあるようで、ただティーカップが半分以下ぐらいになってきてるみたいなので、購入を検討されている方はぜひ今のうちに購入されるのがいいかなと思います。やはりね、1週間弱ぐらいは在庫、潤沢にあるような感じなのかなと思いました。で、発売の1日間ぐらいは訳あり品っていうのも結構残ってて、それは2割引きぐらいかなで買えます。ちょっとね、傷あったりとかへこみあったりとか、まあそういうものだと思うんですけども、お得に買われたい方は、発売日当日に見ていただければ、そういうものも今後買えるということで、早速開けていきたいと思います。あと一つ、11月1日のこれ、いつ発売されるんやろって皆さん思ってたと思うんですけど、告知されてなかったので、ね、購入時間勝負しましょうか、アメカズと。僕の購入時間に買ったら、北欧食器ファンということで、ハードル高いね。ということで、アメカズの購入時間、11月1日の10時13分1秒でした。皆様の購入時間、どれぐらいでしょうか。アメカズと勝負しましょう。早かった人いるでしょうか。かなりトップバッターなところにいるんじゃないかな。なんか5分10分前に見た時には空いてなかったので、かなり早いんじゃないかなとなんとなく思っております。いかがでしょうか。というわけで早速開けていきましょう。つべこべ言わずに早開けろっちゅう話なんですけどね。じゃあ開けましょう。いきますよ。どうだ。ほっ、お、フロストベリーの緩衝材ではない？スコープさんの緩衝材ですね。フロストベリーの緩衝材なのかとてっきり思ってたんですけど、ててあ、二段構成じゃん、二段構えじゃん。高さがあったんで2つ入れてくれたんでしょうね。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか書いてるんですかね。ほうほうほう、いろいろいつも書いてるやつですわ。緩衝材はなんとやらというやつですね。そしてこれ、皆様の大好きなルノの緩衝材、こんな感じ。じゃじゃーん、こんな感じね。いいよねこれ。じゃーん、なんか裏にも食器のなんかが書いてますね。ちょっと目視では見づらいんですけど、動画だと結構見やすいですね。なんか書いてますね。ルノ日記のなんか面白いやつをピックアップしたやつや。これもね、後で見たら面白いと思います。よいしょ、また緩衝材入ってる。宣伝だ宣伝だ宣伝だ。あー、今回ルノシリーズを1点買うごとに、ルノのフロストベリーのコースターが1セット、2枚組1セットが1点につき1セットもらえるんですね。なのでコースター入っておりました。じゃじゃーんと、じゃじゃじゃーんですね。めっちゃいっぱいあります。結構実は買ってます。あ、いいですねこれ。おーおー、かっこいいじゃんこれ。おー、おぉ、いいね、いいね。いいやん。ちょっと開けてみましょうか。あ、しっかりしてるわ、しっかりしてるわって、おばあちゃんかって思いますけど、あ、しっかりしてていいわこれ。なんか
そこまで期待はしてなかったんですけど、いいね。じゃじゃーん、こんな柄になってます。こっちよりなんかこっちの方がフロストベリーなイメージありますね。こっちはサマーレイっぽい感じがしますね、この赤い花とかが。おお、色味も結構こだわったというふうに言ってましたけど、かなり実物に近い感じがしますね。赤とかがしっかり出てます。割と紙質的に沈んじゃうんで、こういう赤とか発色よく出すの難しかったんじゃないかなと思いますね。このグレーのバランスとかもすごく難しかったんじゃないかなと思いながら、結構こだわってね作られたということで、なかなかいい出来になっております。いいですねこれ。早速今日から使いたいと思います。ありがとうございます。言い忘れてました、スコープさん、ヘイニリエダフフタ様アラビア並びにそのスコープの社員さん、社長さん、うん、ちょっと分からんけどありがとうございます。アラビアにね、また素敵なデザインがコレクションに加わりましたちょっと言葉考えてなかったんであれなんですけど、いやありがとうございますね。これ言っとかないとね、応援してますので、応援して宣伝してますのでね。はい、こちらティーカップです。開けまーすおお、はい、こんな感じです。ティーカップどうでしょう。じゃ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 ーんと、おお、こんな感じ。はいはいはい、いや意外とモテるな意外とモテるぞこれ。ヴィンテージ使ってたから微妙やったのかな。意外といけますねこれ。あ、コースターとサイズぴったりですね。もうマジぴったりって感じ。マジで超ぴったり超ぴったりサイズ。おお、でサイズもちょうどいい感じする。使ってみたら意外といいやつやこれ使いにくいんちゃうかなとか言っといて、使ったら意外といいやつ。もう一個買おうかな。実はティーカップね、一個しか買ってないんですよ。いやーこれもう一個あってもいいなーっていうぐらいなんかいいねちょっといいわ。うん、デザインもいいね。なんかモリッとしてていい。このパラティッシュのフォルムに負けてないデザイン、すごくいいですね。うん、うん、いいですねはい、自分の持つ手から見たら右利きの人はねこうです。で相手から見たらこんな感じ。サイズ感もこんな感じですね。なんかこう動画とか写真で見ると少し小さく見えるとは思うんですけども、サイズ、カップのサイズ、大きさ、なんかボリューム感というか結構大きいです。でもめっちゃ大きいって感じではないですね。ティーマの400とか、マリメッコの400、オイバの400とか、あんな太って感じの大きさではなくて、大きめのなんかいい感じのカップという感じですね、印象としては。うん、こういうのはね、あのデザインによってもこう視覚的な見え方変わりますから、すごくマッチしてていい感じはします。使ってみたらありっていうタイプのカップでした、僕の間違いでしたいいなと思います。まあコーヒーとかね、こうなみなみ入れたら重くなるかもしれんけど、全然いけますね。うん、グリップ効く感じいいですね。いや、ありでした。すいません。ファンの方、失礼しました。ありでした。はい、というわけで、あの、残り開けていきましょう。お、フロストベリーの箱に入ってるわ。やったね。リサイクル資材とはいえ、フロストベリーの箱に入ったなんか嬉しいですね。まあ、それぐらいの数を買ったっちゅう話ですよ。じゃあ、開けていきまーす。じゃじゃん、落ちへんかな、大丈夫かな。じゃ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 ん、あ、まだ箱だ。トゥルル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 ン、おお危ない危ないね、また割っちまうわ。めちゃめちゃいいデザイン、めっちゃいいやんこれ。いい、ルノフロストベリーのソーサー兼 16.5 センチプレート5枚5枚購入しました。
ちらでございます。じゃじゃじゃーん。どうでしょうか、このデザイン。いいね。余白感とか華やかさ、贅沢感、完璧やね。地味に見てた時にいいなと思ったのは、本当に細かい話なんですけど、割と縁の部分までね、印刷されてるんですよ。こうなんとなく動画でも横から見た時にちょっと柄漏れてるなっていうの分かってもらえるかなと思うんですけど、割と縁まで印刷されてる。これはね、現行品ではなかなか珍しいというか、ヴィンテージにある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 状態なので、なんかいいなと思いました。こう縁まで印刷されてることで、こうなんかね、こうこうあれじゃん、インスタの人とかやってたじゃん、模様合わせができるわけよ。こんな感じで、うおー、ガッタ、どこや、ちょっとちゃうか、ちょっとちゃうか、でもこうなんかさ、模様合わせを置いた時にできるわけよね。これは実は縁まで印刷されてないとできないんですよね。縁まで印刷されてることで上から見た時の印象もいいのよ。これこんな感じでどうでしょう、皆様購入されましたか、このステキプレート。僕はもうプレート大好きなので、このプレートめっちゃいいですね。 16.5 ちょっと悩んでたんですけど、いいね、いいね。感想としては、やっぱりこの BK モデルの 16.5 っていうのはリムが少しね、深い感じで幅広いね、このリムが。なので、こう内円、中のこの円ってこれぐらい、これぐらいしかないですよね。これぐらい、意外とね、この平面なとこは少ない。あとは全部リムになってるんですよね。なのでちょっとこういう形になってます。これにケーキとか乗せようと思うと、ちょっとこう箸とかがね、こういう風に、こういう風になっちゃう。だからまあ少しこう見た目の印象として若干の使いづらさを感じたりするかなと僕は思ってたんですけど、いいですね。用途としては大きめの取り皿というような感じでしょうか。リムの深さがあるんで、プレートのサイズ感、こう視覚的なサイズ感っていうのは少し他の 16.5cm のプレートと比べてちょっと大きいなという印象があります。でもでかすぎない感じが、なんかいろいろ使えそうでいいなんかいろいろ使えそうな期待をさせてくれるね。いいね、これいいじゃん、いいじゃんか、いい、いいね。5枚買ったのは、家で2枚で、まあちょっと他に1枚で、母が最近引っ越しすると言ってたので、家に2枚持っていこうかなというところで5点買いました。でもこれいいなぁいいなぁ、やっぱり10枚ぐらいやってもいいぞこれははいカップと合わせると、おぉ、こんな感じ。あ、なかなかね、これ見せられへんな、なんか角度的に。これ贅沢な感じ、すごい。カップとソーサーのこの柄の多さというか派手さ、贅沢な感じがしますね。ぶわーっと広がってる。うん、いいですね、これすごくいいです。普通にこれでお茶飲みたいなね。いいね、これセットで買うべきやわ。これはセットで買うことで、このお互いのデザインがより良くなってるよりなんていう、引き立て合ってる、良くなってるね。めっちゃいいわ、いいなこれ。うん、オーバルとか 11.5cm もかなりいいんですけど、ちょっと圧倒してる感じがするなちょっとこれめちゃめちゃええな。なんかルノってヴィンテージで、まあ、4つ、春夏秋冬あるんですけども、フロストベリーがこれ一番いいんちゃう。これはフロストベリーだけ持ってれば、あとはもうヴィンテージにこう浮気することないよ。それぐらいいいね。プレート5枚とティーカップ1個買ったんで6セットか。
6セットあるはずなんですよ。うん、6セットあります。なのでこれ紙やけどちょっとふやけてダメになっちゃってもまだあと5個あるしってなっちゃうね。いいですねこれ。まあ、皆様も購入されたらこれついてくると思いますので、在庫あるうちにお買い求めいただければ嬉しい特典もあると。しかもスコープさん初めの期間のうちはちょっとお安くなってるっていうねいつも謎の安売りをしてますけど、いやーいいなー。これだってその割引で3400円か、3400円で、こっちが3600円ぐらい。安すぎやろ安っと思って悩むよね、その安さも。だってこれ5枚と1個買って2万円、これは安いね。これヴィンテージやったら4万ぐらいぶっ飛んでるよねこんだけ買ったらね。いやー素晴らしい。これアラビアの最近の新作の中で圧倒的ナンバーワンやろ圧倒的ナンバーワンやろ。申し訳ないけど公式も頑張ってくださいよスコーブさんに負けてるぞ公式そんなこと言ったらあかんてな。もうみんな頑張ってるんですよ。みんな頑張ってちゃんとやってるから、そんなね外野からわーわー言うなって思っていやでもいいよこれ、ありがとうございますね。本当にアラビアの寛大さにも大感謝ですよ。あーなんかいいな、こういいからもうちょっとなんか喋りたいけど特にな特になんか思いつかないんで、そろそろ動画終わろうかなと思うんですけど、いやーいいねフロストベリー。皆様のご自宅にも今日か明日かはたまた土日か、お届けになってるかなと思うんですけど もう届いたら早速使いたくなるぐらいの本当に素晴らしいデザイン、美しさ、これは買って損ないです。ルノー新作ティーカップ &16.5cm のプレート、本当に素敵なデザインですね。カップはこんな感じ。ご検討されてる方はぜひご購入いただくのが良いかなと僕は思います。いいですねこのサイズ感だから僕はフロストベリーみたいなね、はい、いいじゃないですかいいでしょこれ、めっちゃくさ贅沢な感じ、いいねいいわ。今日から早速僕も使っていきたいなと思います。いい休日の始まりでした、ありがとうございましたというわけで皆様フロストベリー購入されたでしょうか。検討されてる方はぜひおすすめなので買って損はないかなと思います。というわけで以上アメカズの動画でした。バイバイ。